30代借金持ちです。東北の田舎で祖父が所有する雲百坪の土地が手を挙げればもらえそうなのですが、親戚一同は税金がかかるだけでいらねえと落ち付け合いの状態です。祖父はその土地に思い入れがあるらしく、売る気はなく商売や居住用するなり譲るということです。ひろゆきさんならそんな土地をもらいました、もらえますかまた活用法とも考えられますかえっ、ー、と、その東北で牧場ができるほど広いんだったら牧場をやるかもしれないですけどね。あの、まあ、 えっと、日本ってその2歳以上の牛肉仕入れられないんですよね法律上。なのであの熟成肉とかって言ってても別にそのあの、まあ、若い牛を熟成させてもそんなに味変わんなくて。 その、年取って、その、割とあの、味が染み込んだ肉とかの方が熟成させると美味しいのにもったいないよねっていうのがあるんですけど、なので、その、ちゃんとその、年を取る、牛の年を取らせるっていうのをやって、高い値段で売るっていうのを、牛業界の人はやるべきなんじゃないかなと思ってるんですけど、 要は、その日本の場合って外国の牛が入ってこないので、そういうメリットがあるので、逆にそこで、その要は、あの、日本でじゃあ5年以上育てた牛食いたいんだったら、うちの牧場の肉になるよね、ぐらいのことをやるっていうのは、それなりのブランドになると思うので、まあそういう手はあるんじゃないかなと思いますけど、あの、西村牧場北海道にあるんですから入級なんですよね、ホールスタインです。